まりました。ヤギチャンネル。今日はですね。今日はね、近所のスーパーで変わった果物を見つけたからね。ちょっと紹介してみたいと思います。ちょっとじゃあ剣目作ってね。火を開けて。これなんだと思う？これトゲ？そう、これね、ランブータンっていうらしいの。ライブータンみたい。ランブータンって。これね、なんかね、東南アジアとかあっちの方が原産らしくて。これすごいでしょ？なんかね、マレー語で、ランブートっていうのがなんか髪の毛っていう意味らしいんだけど、このランブータンっていうので、なんかね、髪の毛のようなものっていうか、そういうなんか意味があるらしい。ウニかと思った。そう。で、これ、ライチと同じね、なんて言ったっけな、クムなんとかかの果物で、だから味はね、ライチに似てるらしい。皮はね、手でね、すぐ剥けるんだって。手で剥いて、中の、果実を食べるらしいんだけど、その中にも種があって、その種と結構しっかりくっついてるから、種食べちゃうと、種はね、木の皮みたいな。だから種を、食べないようにうまく中の実をね食べるとなんか結構さっぱりして甘い美味しい感じらしいのね。パパ、これね、うん、髪の毛って言ったよね。うん、もうハゲてる。でこれを食べる。ナイフを使ってもいいし、なんかこれ引っ張るとね結構簡単に買うの。これいるの？あ、そんな簡単には向けねえな。なんかキソキソ。あ、切れ目入れた方がいいかもしれない。ビシッ。あ、意外としっかり硬いな。あ、いや、でもそんなことない。包丁がない。うまい。こっちやね。真ん中ちょっと線入れて。あ、赤いってね、結構熟。あ、そうそうそう。すごい。あ、こうか。こうやればいいのか。なんか結構これなんかこう。あ、ほんとだ。すごーい。ライチだ。見た目。これ白いのあるけど。で、中の種を食べない、あ、綺麗に剥ける。あ、出た。中の種を食べないように、あの、種とね、結構しっかり実がくっついてるらしいから。もう中にあるの？中に種があるから、周りを食べんだよ。甘くて美味しいらしいよ。うん。うん、あ、なるほどね。こんな感じだ。種の皮まで食べちゃう。木？うん、木。木の皮。ほんとだ。うん。慣れればいけるかも。うん、でも美味しい。何食ったの？食ったの？食ってない。うん、美味しい。ほら、もう片方ある。うん。これちなみにね、カリウムとかマグネシウムとかも入ってるらしいんだけど、ビタミン C がすごい豊富なんだって。なに、赤いの熟してないの？赤い方が熟してるんだって。うん、いや、ハニツ。これでもこうやってね、簡単に剥けるね。剥けね。食べ過ぎ注意。やっぱり。あ、どうしてもさ、まあ、種の周りの皮食べれちゃうけど、そんなに違和感ないね。ね。こんな感じでね、種の周りの皮も取れちゃう。うん、でも切って。うん。美味しい。周りこう切れ目入れてちょっとこうねベリッてやるとこう綺麗に取れる。生まれたみたい。はい、ということでね、ランブータンどうだった？うん、うまい。一回うまい。うまいね。
あのやっぱライチと同じ、うん、なんていうの種類のあれだっていうだけあってね、ライチと味はかなり似てるね、うんうん、ということでね、なんかの機会でね、どっかで見かけたらね、ぜひね、食べてもらいたいね、うんうん、見た目はね、ちょっとね、すごいけどね、粉だけどね味はね、美味しいです、うん、はい、あ、ちなみになんかこの間ね、はい、ということでね、面白かったですか、面白かったらチャンネル登録してね、バイバーイ